ちは、一平です。今日はですね、投資用不動産のことについてですね、一つフォーカスを当ててですね、説明していきたいなと思います。今日はですね、先日ご質問ですね、いただきました。投資用不動産の価格はどうやって決まっているんですかというご質問が届きましたので、解説の方ですね、させていただきたいなと思います。まずですね、投資用の不動産というのはですね、需要と供給があってですね、この金額で欲しいですよ、この金額で売りますよというところからですね、需要と供給というものが決まりまして、この金額なら買います、この金額なら売りますというところでですね、価格というのが決まってきます。まあ、その中でですね、別の動画でもご紹介させていただいてますけども、キャッシュフローだったりとか利回り、そういうものを意識しながらですね、買うか買わないかというところをですね、決めていっていただいているかとは思います。そんな中ですね、不動産投資はですね、他の投資と大きく違う特徴がですねございまして、それはですね、融資を受けて物件を購入するというところですね。まあ、建物だったりとか、土地を担保に入れてですね、お金を借りて、その物件を買う、その中からですね、家賃収入を得ていってこう返済をしていく、こう進め方になるんですけども、その際ですね、自分がいかに欲しい物件だったとしてもですね、銀行さんの方で、この物件にはお金を貸すことはできませんよというふうになっていくとですね、その不動産そもそもですね、購入ができないわけです。人の属性だったりとか、そういうものに対してですね、上限いっぱいなんで貸せませんよとか、そういうふうであればですね、他の方が買われていくのかなとは思うんですけども、まあ、不動産の担保、評価だったりとか、そういうものに関してはですね、誰が銀行さんに落ち込んでもですね、スタートラインのところは変わらないわけですね。まあ、もちろん事業計画ですとか、そういうところでですね、あ、この人ならうまくできそうだとか、あ、この計画ならうまくできそうだと融資を、していただけるというケースもありますけども、まあ、一般的にはですね、難しいものは難しいですよと、この建物の価値、この土地の価値っていうのはこれだけしかないですよというところはですね、まあ、おおむねどこの銀行さん、金融機関さんでも変わらないわけです。そうなってくるとですね、売ろうと思っている方がですね、せっかく欲しい人がいるのに金融機関さんがお金を貸してくれないからですね、売却ができないという時にですね、まあ、全く困ってない方だったりとか、売り急ぎがない方であればですね、まあ、もう少し待つかとか、先延ばしにする手立てはあるんですけども、今売ってしまいたいですとか、他の物件にこう買い替えをしていきたいなどですね、こう先の予定がある方ですね、に関してはこうすぐに売却がしたいわけですね。そうなってくると、こう少し価格を下げてですね、じゃこの金額だったら評価出るんじゃないですか、この価格だったら事業計画合うんじゃないですかということでですね、物件の価格というところをですね、下げてこう売りに出すということになってしまうわけですね。まあ、そうなってくると不動産の価格がですね、どん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 こう下がり始めていくということになるんですね。まあ、逆にですね、欲しい方、この不動産買いたいですよという方がですね、こう銀行さんからどれだけでもお金を借り入れてこうじゃんじゃん買えますよという時にはですね、買えることの方に、優先順位を置く方が多いもんですから、こう多少不動産の価格がですね上がったところで、いや欲しいんで買えますと、いうことになってくるわけですね。そうなってくると、こう不動産の価格はどんどん上がっていくということになってくるわけです。なので、もちろん需要と供給がスタートでですね、あとは銀行さんの評価だったりですとか、そういうところもですね、起因して不動産の価格というのはですね、変わってくるということに、なります。最近ではですね、これからオリンピックに向けてですね、不動産価格下がるんじゃないですかと、いうことですね、よく言われてますけども、正直ですね、わかりません。わからないのとですね、あまりにもですね、こう言われる方が多いわけですね。もちろんその投資家さんだったりとか、不動産屋さんもですね、オリンピック後には、価格が下がりますからと、言われてるんですけども、こう巷でもですね、オリンピックが終わった後には景気が、悪くなるであろうと、言われてます。まあ、裏を返すとですね、そのタイミングをですね、見計らって不動産を買おうと
思っている方も多いのではないかなと、個人的には思っています。そこでですね、金融機関さんがこうお金を貸してくれるかどうかというところはですね、また別の話にして、機関としては余裕があるもんですから、今の状況を整えてですね、収支計画だったりとか、物の価格、しっかりとですね、形を作っていけば、どこの金融機関さんも出しませんよと、いうことはないかと思いますので、皆さん狙っているところなんではないかなと思うんですけども、そうなってくるとですね、不動産の価格は落ちるのかと。例えばバブルの終焉ですとか、じゃあどうして金額がそんなに落ちたんですかというところですね。あの頃の不動産の価格の落ち方に関してはですね、土地だったりとか建物をですね、売却目的でどん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 買ってどん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 売る、そしてですね、どん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 価格が上がっていくというところがですね、一番大きな起因だったんじゃないかなと思います。よく業界ではですね、ババ抜きという言葉使ったりしますけども、今全体の流れとしてですね、あんまりそういう傾向は見られてないなと思いますので、めちゃめちゃ上がってないところに対して、じゃあどこまで金額って落ちるんですかというところになってくるかと思うんですけども、個人的にはそこまでなんじゃないかなと思います。全く落ちないということはですね、ないかと思いますけども、例えばこう市場で今現状で1億円出ているものが、じゃあ2000万円、3000万円まで落ちるのかというと、そういうことはですね、よっぽどないんじゃないかなと思います。8000万円だったりとか、それぐらいのですね、幅はあるのかなとは思いますけども、そのあたりはですね、期待だったりとか、いろいろされている方もいらっしゃるかと思いますけども、まだまだ時間ありますので、その時の日本の情勢だったりとか、この不動産投資、どこまでブームが続いているかとか、やられている方、また需要と供給ですね、そういうところで大きく変わってくるかなと思いますので、世の中ですね、しっかり見たいですとか、そういったことをですね、していっていただけると失敗しないですね、不動産投資が、できるのかなと、思います。というわけでですね、不動産の価格は、どうやって決まるのと、いうことについてですね、ご説明させていただきました。APでした。よかったですね、チャンネル登録ですとか、いいねボタンよろしくお願いいたします。バイバイ。